こんにちは、夏美です。プライベートサロンオードの主催です。日常に馴染むけれど個性を持った統一感のあるデザインを作ることが得意です。こんにちは、まゆです。東京拠点にフリーでネイリストをしております。お客様の好きなものやライフスタイル、その日の気分に合ったネイルをするようにしております。こんにちは、高瀬まゆです。東京でアプアというネイルサロンを2店舗経営しております。色を調合して作り、お客様の気分や雰囲気に合わせ抽象的なオーダーを表現することが得意です。月をイメージした神秘的なデザインにしようと思います。ゴールド部分はミラーを使って、マーブル部分はホワイトやベージュで作っていこうと思います。お月見というテーマを聞いて、パンパスでススキ感を出そうと思いました。大人で静かなお月見と月の満ち欠けを表現しようと思います。宇宙から見える月を表現しようと思います。私たちから見えてる月は単色なのですが、水彩鉛筆やマグネットネイルを使ってあえてカラフルな月を表現しようと思います。それでは始めていきます。最初にマーブルのベースを作っていきます。真っ白だと肌の色からちょっと浮いちゃうこともあるので、できるだけこう肌なじみがいいようにいろんな色を混ぜて白を作っていきます。まずベースを塗っていきます。宇宙は自然のものなので、柔らかいテクスチャーと固めのテクスチャーを混ぜずにチップの上にそのまま塗っていきます。こちらはちょっとクリア感があるダークブラウン系のものと、こちらは固めのブラックをあえて綺麗に塗らずムラな感じでベースを作っていきます。オフホワイトでシア感のあるカラージェルを使っていきます。夜のイメージなので雲感というか白だったり暗さを出してやっていきます。ベースが完成しました。で、次に月は太陽の光で光ってるので、光を表現するためにマグネットを使っていきます。月感を表現するときにベースに塗ったりしてるんですけど、黒の上に塗ると光がすごく綺麗で、これを塗っていきます。残りの2本はちょっとオレンジ味の強いマグネットで塗っていきます。これは磁石を当てるとラメが動いて不思議なツヤ感が出ます。これで月の土台が完成しました。じゃあちょっとマーブルの色を塗っていきます。コツは考えすぎず触りすぎないことです。バランスを考えすぎて表面をこう触ったりしすぎると、どんな感じのバランスがいいか迷走しちゃうことがあるので、あまり何も考えず一思いで混ぜます。お月見って夜やるイメージなので、ちょっと神秘的な感じで月をイメージしてみたいなと思ってます。こんな感じでできました。インクを使ってまたさらに奥行きを出します。ジェルとは違う質感になるのでこちらでやっていきます。インクも何色かあるのでそれを混ぜていきます。真っ黒っていうよりはすごいネイビーのイメージだったので青みがあるような感じでやってます。ちょっとインクを溶かしていきます。ブラシクリーナーって言ってジェルとかの汚れたのを取る薬剤があるんですけど、それがこういい感じに馴染むのでこれを私は使ってます。こんな感じで薄くなるんですけど、またさらに奥行きをつけるために質感が変わるジェルを使っていきます。これ時間経つとポツポツこう穴が開いていくのでちょっとだけ置いておきます。月の、クレーターを水彩で作っていきます。これ溶かすと砂みたいなテクスチャーになって、ジェルでは表現できないようなボコボコしたクレーターを作っていきます。
塗るっていうよりもタップするとゴツゴツした感じの質感になります。ここからちょっと凹凸のあるデザインを作っていくので、それを今からやっていきます。月の表面はデコボコしてるのかなと思ったので、ジェルでちょっと高さを出したりして近づけてみようと思います。ここからミラーパウダーをすりつけていきます。イエローゴールドです。しっかり凹凸を出していきたいので、何回かに分けて硬さのあるジェルで凹凸を作っていきます。こんな感じでちょっとボコッとさせます。次が中指に月の表面のポコポコした感じを出したくて、これはパウダーなんですけど、これをクリアジェルで混ぜて全体に塗っていきます。フリージェルのダイヤモンドビルダーっていう硬さのあるジェルを塗っていきます。で、シルバーとゴールドのパーツを使っていきます。こうランダムにのせていきます。月見って経験がないんですよ。最初私本当にお団子が出てきたんですよ。お団子って難しいなと思って、月をちょっと表現したいなっていうのに至りました。この後にインクを使用していきます。ホワイトゴールドっていうすごいメタリックのインクがちょっと渋さを出してくれるので使用してます。これはシルバーです。2つ混ぜるとすごいまだらになるんですよ。さらにこんな感じになります。次は色味を作っていきます。カラーを使って表現することが好きなので、月を単色で作りたくないなと思って、今日は、オレンジと青系を使って宇宙っぽい感じにしていきます。ちょっと月ってロマンチックな感じがするのが嫌で、輝く金色の月ではなく近しい存在だなと思って、可愛い月を作りたいなと思ってカラフルにしました。行ってみたいですね、月に。いつか。最後はバランスをとって全体に色をのせていきます。さっきと同じミラーの部分を一部だけマーブルの上につけようと思います。月の表面って真っ白じゃないというか、陰影があったりして混ざったように見えるので、その感じをマーブルでも出して、ミラーのゴールドで華やかさも少し出せたらいいなと思って選んでます。次が人差し指をやっていきます。これは削って糸工程があるので、それをまずやっていきます。月の、三日月みたいな感じです。月見って満月のイメージなんですけど、動きとかを見たりするのも楽しみだったりするっていう風に書いてあったので、いろんな月の形があっていいんじゃないかなと思って今回これにしました。大体の形はこんな感じです。ダイヤモンドビルダーで凹凸を作っていきます。小指も同様に凹凸をつけていきます。真ん中のデザインを仕上げていこうと思います。こう漆喰のような硬さのあるジェルを使って土台を作ろうと思います。ちょっとこう砂っぽい質感を出すために塗っていきます。サロンワークであんまりパーツを使うことが少ないので、どんどん持っていくっていうよりは色味だったりとか質感とかは結構こだわって作ります。こんな感じでザラッとした表面になってます。でそこにちょっとパーツを少しつけていこうと思います。普通のネイル用のパールなんですけど、これをちょっと散らしてジェルで埋め込んでいこうと思います。人差し指の凹凸が完成したので、ここから色をつけていきます。このゴールドのミラーパウダーを使用していきます。一度塗りだと薄いので、私はだいたい二度塗りをしていきます。
で、これはソリッドジェルっていう粘土状になったジェルなんですけど、これを少しだけ使います。小指の方はマットの仕上げにしたいので、マットのトップを塗っていきます。垂らし込みという技術を使って土台となる白をクリアに混ぜて、月のクレーターの丸を描いていきます。ランダムに置いて、その上からクリアをのせます。そうすると白の上でクリアがじんわりこう動いて、ちょっと不思議な質感になるので、で白の下からさっき塗った色味が透けて出てくるのもポイントです。今日の主役です。ジェルで描くよりも水彩の方がちょっと固めなニュアンスが表現できるので、いろんな層を重ねていくときに最終的にこうデザインが締まるので、サロンワークでもよく使っています。こちらの人差し指と薬指を仕上げていきます。こちらでございます。これを乗せていきます。お月見って日本の文化じゃないですか。日本っぽさは入れたいなと思ってたので、すすきだと和な感じが強すぎて、パンパスグラスっていうこちらを使っていこうかなと思います。では最後に月の輪郭を取っていきます。細い線を描くので一回気合い入れます。細い線を描くときはアート用のライナージェルを使って描いてます。アートのポイントを作りたいので、薬指と親指に月のクレーターアートを描いていきます。最後にクリアを塗っていきます。クリアを塗ると重ねて重ねて作ったツヤのあるデザインの完成形が見えた時が楽しいです。めっちゃ可愛いです。それでコーティングしていきます。さっきマットにしたところを一回これで綺麗に塗って、最後ツヤをしっかり出していきます。このプリジェルっていうジェルのキャンジェルっていう、最後に拭き取らなくてもいいノンワイプのトップコートがかなりツヤが出て、サロンワークでも一番最後にこれを使ってます。やばい、あっという間に。ちょっと 色足してもいいですか。月にかかった雲をイメージして粘土ジェルを使っていきます。仕上がりました。完成です。完成です。お願いします。こっちの方がいい感じです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか。緊張しました。私も緊張しました。みんな緊張してますね。見てみますか。見ましょう。はい。私はなんかこう月をイメージして神秘的なデザインになるようにしてみたんですけど、月面っぽい感じのイメージを中指の白いところとちょっとこうゴールドのところで凹凸出して作ってみました。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。マーブルの作り方がすごいとろっとしてる、うん、滑らかな感じがすごい素敵だなって思いました。狙ってたところです。、はい、ありがとうございます。イメージとしては
お月見ってこう満月だけじゃないと思ってて、見ていくうちに月が変わるので、人差し指はちょっと三日月っぽい形にしてみました。すごい月の満ち欠けみたいな感じで。あ、そうですか、はい、うわー、これ本物ですか？本物です、パンパスなんですけど、ちょっとススキだと渋すぎるので、はい、お月見のイメージですね、はい、です。形も全然みんなそれぞれ確かに違いますね、ですね、カラフルにしました。宇宙から見た月を考えました。全然なんか同じお月見でも違いますね、見るポイントが、本当に本当になんか宇宙みたいな、あ、ちゃんとアートも月の月面が月面をすごいアートされてます。細かい月面をすごい描きました。あの線描くのすごい震えそうですね。気合い入れますって言って描きました。すごい本当に地球と月みたいな感じですよね、イメージ。いつか月に住めるのかなっていう住めます。すごい、でも月をイメージするの難しかったですよね。いや難しかったです。月ってなりました。難しかったんですけど、逆にあの月で良かったなというか、形が決まって、そうで決まってないというか、表現の幅が広くて良かったなって思います、写真カメラ越しになるとどう映るんだろうっていう不安とかもちょっとあって、素敵に撮ってもらって、ありがとうございます。やっぱ爪ってこう体の末端なんで、絶対こう目に入る場所なんで、それを任せてもらうことのありがたみというか、毎日こうね目にするものを1ヶ月に1回こう変えて任せてもらえるっていうのがやっぱりすごい楽しいというか、お任せでって言われることもあるじゃないですか、任せてもらえるのはすごいありがたいなって、本当にそうです。パソコンでお仕事される方とかは、こう爪が見えるからモチベが上がるって言ってもらえる、この1ヶ月頑張れますって言っていただけますよね、私のデザインって喜んでくれるんだみたいな、思いますよね。思いますよね。嬉しいですね。嬉しい。ありがとうございました。お疲れ様です。